シャツのうです。チュークです。ラマ、ザカ、モトワキ、マサイ。さあ本日はですね、カラオケにやってきました。ジョイサウンドさんの品川港南口店さんに来ていただいております。はい、久しぶり。そう、ちょうど1年、多分ここのお店は2年ぶりぐらいです。そうですね。で、まあ本日カラオケに来たということは何やるか分かりますか？ピザ頼むよな。アメリカスタイル。まずピザとドリンクや。それだいぶやった後なの。欧米かよ。本日やりたいのはカラオケ大会。で、今回で第3回目になるんですけど、はい、今回はちょっと今までこう個人個人でやってたんですけど、今回から初のチーム戦でやりたいと思います。全員で歌うの初めて。そうだ、メンバーみんな集まってカラオケに来たの初めてだね。これね、あそうか、言わせてもらうけど、まあ第3回で俺初めてじゃん。そういうことだ。第何回っていう企画の全部俺大体初めてだ。いいね。ようこそ。なんか二次会でなかなか来ないやつ来たみたいな感じ。確かにね。カラオケ自体はナーマジも好きだもんね。あ、そうだね。マジでこの間ね、館船の企画の時にまあ音源的にちょっと動画にできなかったんだけど、マジでフィーバーしたもん。一人でカラオケっていうの楽しんでる。屋形船のど真ん中で一人で歌えたの初めて見たっていうのもちょっと楽しかったんで、今回みんなでカラオケ行きました。今日撮ってる時期が、うん、まあ、年末に近いんですよ、まあ、11月末ぐらい、はいはい、といえばみたいな企画を、うん、今日ちょっとやりたいと思います、うん、フィッシャーズ全員で行う3対3の紅白歌合戦。ですけど、赤チーム、白チームに分かれて、うん、まあ、はい、もちろん楽しくやるんですが、ちょっと得点で争いたいということで、いいじゃん、まあ、いつも通りやりたいなと思ってます、はい、うん、チームを分けようか。そうですね、そうですね、そうしないと、まあ、グッパーなんか、グッパーはどう？グッパーはじゃんけんです。あ、じゃんけん。グッパーが入ってるから。そう、あれはじゃんけんの色違いだから。じゃあ、なんか俺今新しいゲーム思いついた。ミッフィーで決めよう。ミッフィー、ミッフィーのフィーってこれと、あー、オッケーオッケー、耳と口で分かれる。耳と口で、チームミッフィーのフィー、またじゃんけんではない。どうすんだよ、これ。もしかして流行ったらさ、ミッフィーのフィー、ちょっと今、適当に思いついたわけ。オッケーオッケー、じゃあ、紅白チーム分けましょう。じゃあ、ミッフィーのフィーで。なんだそれ。いや、でも俺が好きよ。ちょっとやりたいやりたい。ちょっとチーム分けましょうか。じゃあ、行きましょう。せーの、ミッフィーのフィー。左3人だ。すげえ。へえ。分かれんだこれ。綺麗なのある。マジで。マジで。感動ポイント違くない？早くない？この盛り上がりはカラオケにとっておくべき。そうなんですね。まだちょっと早い。ちょっと綺麗に分かれたんで、席もこのままということで。はい。どっちが赤白だけ決めましょうか。そっちのフィーチームはどっちか。あ、でもなんかほら、赤っぽいのとさ、白が入ってるからさ。ああ、確かに。そうするか。マサイ、モトキ、ザカオチームが赤組、ダンマンダ、ホシリクチームが白組でいきましょう。はい。で、今回のルール説明します。各自それぞれメンバー1人1曲好きな曲歌ってください。それを採点で足し算します。で、3人1人ずつやるんですけど、その後2曲ずつ3人で歌う曲を歌ってください。おお、3人で歌う、3人で歌う曲か。そうなんで、各チームトータル5曲ソロ3つ、チームで2曲っていう形で全5曲ずつ歌って、その採点したポイントを足して多かった方の勝ちにします。ああ、うわ、むずいな。そうそうそう、なんで意外と分かんない、マジで。確かに難しいな。3人で歌う曲、そう、3人で歌う曲ってのむずいね。これだから EXILE 歌ったら2人の歌になる。確かに1人あふれるもん。確かに。どっちからいく？ラホトレでじゃんけんすれば大丈夫。そうだね。最初はじゃんけん、はい。じゃあ先攻で。おー、先攻で、オッケー。強気。そこ俺らに聞かないんだよ。めちゃくちゃ単独なんだ。いいけど、いいけど、いいけど、歌いたいんですよ。全然構わない。この人歌いたいんですよ。先行の判断秒だったもんね。すごいね。勝ちだから方向ちょっと選びづらい。あいつポケカやりすぎなんだよ。まあ、ということで、じゃあ早速やっていきましょう。はい。一応念のため、まあ、許可とかもあって、事前にある程度曲数は絞ってきてもらいました。はい。なんで、ちょっとチーム内で共有しましょうかね。それで撮影立てよう。じゃあ、赤組トップバッター誰いきましょうか。こちらのトップバッターは
マサイくんです。おお、いや、うちでカラオケってさ、マサイのイメージ。まあそうですね。本当ですか。喉いいっすね。嬉しいっすね。なんかみんないる中に絶対一人は欲しいタイプ。欲しい。そうだね。カラオケ超ジョケるんだよな。あとでその歌があんまり得意じゃないっていう自信ない人が、あのもし連れていた場合、こいつが歌った瞬間にもう俺も歌おうとなるよ。マジか、嬉しい。そうそうそう。トップバッター適任だね。じゃあマサイさんステージ。わかりました。カラオケの王道というのは、この曲ではないでしょうか。おぉ、カラオケいたら知らない人はいないでしょう。わーい、アニソンランキング1位に絶対いるよね。絶対毎回間違いないよね。うん、じゃあ、トップバッターまさに残酷なテンションってやつでね、エヴァンゲリオンのね、オープニングだね。残酷な天使のように情に不よしわになれ。高いねこれだよな。久々だな、久々だな、これ青い風が今胸ただ見つめて微笑んでるあなたが、そっと触れるもの求めることに夢中で、不明さえ増しない痛いげな瞳、夢のいつか気づくでしょう、その背中にせのこんな
さあ、お、いいやん。あ、こわー、すげー、すごいすごい。マサイ君 91.5 万人、よっしゃー、よっしゃー。マジで平均点以上ですね。ナイス、嬉しい、ありがとう。そうだね、そうだね、対抗してる。いや、やっぱマサイに対抗できるやつってもううちからダーマしかいない。そうだね。マイクチェック、マツー、マツー。OB いるやん。マイクチェックの OB いるよ。入れまーす。やっぱこれは盛り上がるよね。下手。うわー。もうぶっ壊しに来てんじゃん。ぶっ壊しに来てる。いきますよ。これあれじゃん。館船で歌ってたやつ。そうだよ。ようやくここで歌えるわ。壊しに来てるこいつ。めっちゃ疲れ、これ週間めっちゃ疲れてる。なんでこっち側を疲れてるんだよ。年中無休だからね。年中無休だったからな。ちょっとね。じゃあ元気結構流行りのもの入れがちなイメージだよ最近。ちょっと俺これ俺の番じゃないかなこれ。え？
何俺の番じゃないか。いやなんか持ってきてるぞ、なんか。え？あの横かぶりだけでわかるってすごくない？確かに確かに。すごいわ。めっちゃ低くが完璧だ。分かってんじゃない？もう分かってる。入ってるよ。カラオケで歌う人あんまいないよ。しかも採点だからこれ。確かに。盛り上げに来てんだな。うわめっちゃ最高。ビーボール、サイトルビーボール。いた？いた？なウェイクアップボール今日決めたくらいのパワー。入ってる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 。分かってんだろ
うせえ俺らしかもご本人会ったことあるわ。あったことあるんですよ。そう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 。いや失礼いたしました。いやほらもうそろそろ僕が待ちに待ったやつは、ね、おあーいいー待ちに待ちましたから僕大好きだもんね。実際バスケもやってたしな。そうですね、映画化ですよね。まあ、これからあの始まってバスケット、まあ兄貴がこれを見て、うん、スラムダンクですね。いやでもね、曲のいいところでシルクの中でゴリが出てくるかもしれないから。おえこれだけ気をつけないと。そうだね、叩き、ちょっとあ、あーあーちょっと待って、小暮くん打つだ。輝いては奴れ君
さいですか。あのね、ゴリの声が一番疲れるわ。あ、そうなんだ。だよ。高音入る前に、ステーって入る前に、ここでフリーだって言うから、一回低いよ。さあ、ちょっとダミ声だからさ。いや高いんじゃない？すごい高いよ。すごい85.28! みんな高くなった。まあ見て、長いフレーズ前で息を吸いすぎると不安定になる前で。ゴリラ、ゴリラ、ゴリの息だ。ゴリラせいで増えたね。ゴリラ全部息入ってたね。ここでゴリラで全部もうないからさ。座間もなんか服装ちょっとこだわってる感じするんだよ。確かに。そう、俺あの今日あの動画でいつもの私服で来た。ああいつもの感じの私服で来た。ってことはなんだ。おっ、この世で増加より綺麗な花ではないわ。なぜならば全ては嘘でできてる。アンティマシーは結構みんな来れてないみたいな声が聞いてる、うん、そうってぐらいやっぱこう応募があって、なかなかちょっとやっぱ来れなかった方もね、まあ距離もあったりとかあると思うから、うん、ちょっと葛飾ラプソディ歌っていい？一回なんか一部が終わる感じでいきましょう、うん、でこっから一部終わってチーム戦でアンコールになる。そうそうそう M フレアうわぁ上品してい
葛飾亀有あくびをひとつ変わらない街並みが妙に優しいよ中央広場で背中を手を引く確かに恋の人どんたちいけてちょっと待ってくれかいただくれた今も持ってるとからかわれたよ何にもいいことなかったけど葛飾水元流れる雲とラプソディ口ずさみ少し歩こうかそんなのねこのまま動画終わりそうだよ頑張らなかったね何点だあいいぞ高いんじゃない調子いいぞおいいよできるか90やばーい90.4よしじゃあねこっからは3対3で2曲ずつやろうと思うんで、はい、盛り上がっていきましょう面白いあーちょっと予想外だったわあ、すごい面白いとこ来るねよっしゃ、行くぞよっしゃ行くぜイエス、ジュース高尾メインで歌うよ俺も歌うけどはい、ジュースお願いますよめっちゃモテたいお願いますよめっちゃ痩せたいイエスお願いますよめっちゃモテたいからうん、消えてるよあ消えてるよ消えてるよお願いかサイドメイン腹筋の増える人間かいなんでかい人がいいね、超ランバーブシャーデスペイス大胸筋が歩いてる仕上がってるよ仕上がってるよ筋肉本も入るぞ理想の自分を追い描いたら今すぐ始めトレイデンファクトお前の現実なんとかなるか顔面両手にフリーファイファクト手が禁物無理しちゃ禁物超見せつけたいなぞキャ
上がってるよ仕上がってるよ頑張らんと美しい。お願いしますぞー。いやーこれ盛り上げる曲でしょ。わいいの出してきたなかけ。おーいいじゃんいいじゃんいいじゃん。わやせーいいじゃん。あちらさんちらさんちらさん。熱意だけ素晴らしい。やるな。お前ら絶対俺たちも盛り上がりやってるわけやろ。いや、これはね、ちょっと盛り上げ重視で選ばせていただきました。何かな、うん、え何マジ大好き大好き。よろしくお願いします。大丈夫大丈夫大丈夫。お願いします。お願いします。お願いします。そう、誰か踊れなかったっけ。めちゃくちゃ懐かしいね。曲名が欲望とかしてんの。マッチ姿勢おもろすぎたな、さに今、受け取ったくらいで寿司寿司がね来た
寿司食べたい寿司食べたい寿司食べたい懐かしい。あなたがいない夜は寂しい真夜中3時思い出すすぐに立ち止まる体が震える会いたい今夜もやっぱり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 何食べたいの寿司食べたい寿司食べたい寿司食べたい肩にチューチュー乗せてんのかい寿司食べたい肩にちっちゃいチューチュー乗せてんのかい寿司食べたい肩にちっちゃいチューチュー乗せてんのかい喧嘩をしたし何度も答えようともしたけど君がいなけりゃつまらない逃走するミュージー逃走するし戦車の嵐を放ってネギトロプリティアナゴ甘えいかご飯だ頑張った一括を子供はやっぱりタバコ大人のふりして映画はサーボー大好き女体いくな男味ホタテネギトロプリアンダーコ甘えにイカコハタカッパしたイカツオ言葉はやっぱり卵大人のふりして映画はスターも大好き女輝くくない男大海原嵐の中男たちが命がけでハーブに上がるまでのそのうち神業を覚えたプロの線気の上で何変化されたねそのおばさんと騒ぎにエアポレペンションなりその仕上がりこの国の魂となれ寿司食べたい。なんか息が合ってんね。寿司食べたい。食べたいの。寿司食べたい。何食べたいの。言ってみな。寿司食べたい。本当に食べたいの。寿司食べたい。次何が食べたいの。次は。寿司食べたい。ね、肉もピザもあるけど。次は。寿司食べたい。このあの動画の代わり何食べる。寿司食べたい。寿司食べたい。寿司食べたい。ちょっと俺たち弾けすぎちゃったからちょっといい感じに聞きたいな。確かに締めで欲しいよね、ちゃんと。じゃあまあそれはね、ちゃんと締めで欲しいよね。ね、なかなかないんだ。 YouTuber のカラオケ企画とは思えないね、これね。確かにいい意味で。確かに、ね、普通にカラオケ大会。カラオケ大会趣味全開だったわ。確かにこの空間すごいな。いや面白かったな。いい空間ですね。また、僕あの入れてもらう準備だけ。
飲んでえ、ノアドケですか？いつでも。いつでも OK ですか？いつでも OK です。オーラー世界に一つだけの花え、すげえ。うわー、なんか小学生部じゃない？いやー、これこれみんなで歌う。みんなの歌に合った。めちゃめちゃ聞いたもん。俺らの曲じゃねえのに最高声花屋の店先に並んだいろんな花を見ていた人それぞれ好みはあるけどどれもみんな綺麗だねこの中で誰が一番だなんて争うこともしないでバケツの中誇らしげにシャウト胸を張っているそれなのに僕ら人間はどうして孤独なんだろう一人一人違うように笑いながらずっと迷ってる人がいる頑張って咲いた花はどれも綺麗だから仕方ないねやっと店から出てきたその人が抱えていた色とりどりの花束と嬉しそうな横顔名前も知らなかったけど誰だお前あの日僕に笑顔をくれた誰も知らないような場所で咲いてた花La la 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 la
やいいねやっぱ最後っぽいわ、いいよ高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 い取り返した。そうだね。本当に本当に。カラオケ大会終わり。超楽しかったね。いや楽しかった。本当に。あ忘年会じゃん。忘年会だろ。しかも一次会からカラオケでこんなに盛り上がるんだね。そうだね。まあというわけで、あの一応点数対決なんで、あそうかそうか。勝敗だけ念のため決めましょう。はい。バトル。バトルです。結果発表。なんでそこ浜田さん。じゃあこっち側から発表しようかな。はい、赤組、赤組の合計点数 421.041 点。うわー、421点。およそ421で、白組、はい、基準が分かんないもんな、俺、ね、合計 431.874 点ということで、わ今回は白組の勝ち。イエーイ、イエーイ、よかった、よかった。よかった。いや、432点だ。あれもほぼ金さんだ。金さんだ、もったいないからね。もう楽しかった、確かに。なんか、どっちどっちで多い。あ、なんか、歌合戦とは言いましたが、最後の曲が、世界で一つだけのあれ、オンリーワンって言ってるんで。そう。あの、ナンバーワンは一応、あのね、どっちが勝ち勝ったか決まったんですけど、あの、ま、全員良かったですね。はい。ああ、長くて、長くて。オンリーワンですよ。オンリーワンでしたね。うっそー、想定外、それは想定外、それは想定外、やめろ、少女して出てくるんだ、グー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 、それ映像ハルミさんの想定外、楽しいです。まあね、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。いや、まだグーグーグーやん、グー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 、動画見てくれてありがとう。セガブリツイッターゲストフォローやってもらう、目指せ登録者1000万、奥でもか、チャンネル登録よろしく、せーの、あ